ブラディック・ドゥーツ訴訟3話暗殺ギルド。西野沢リンダ、今はお金がない、千ギガしかない、今後の生活に困っているところよ。おい、あんた、もしかしてナンパ？家がないとお断りよ。そうじゃない、あんたいい筋肉してるね。うちのギルドに入らないかい？そうさな、春のところを脱獄してほしいんだが、できるか？依頼料は3万ギガだ。金次第ね。一人じゃできない依頼ね。依頼は OK だけど、仲間と一緒にできるかしら。いいだろう、何人でも OK だ。リンダは依頼を引き受けました。リンダは仲間探しに行きました。酒場。ねえ、ちょっとあなたたち、いい依頼があるけど、私と一緒に行かない？ああ、いいぜ。あと3人いるんだが、いいか？十分よ。リンダは仲間を4人手に入れた。情報屋。約50ギガだ。魔法使いリンダは、ダーク魔法、搾取の宝珠を持っている。仲間戦士4人で前衛を任せて警備隊の HP を搾取して戦士に HP を回復すればいい。以上だ。あとはマナポーションを3つ補充すればいい。道具屋。いらっしゃい、マナポーションを3つ。マイドアリだ。勝負。ダーク魔法、搾取の宝珠。ガー、たわいもないわ、勝利。敵だ。後ろに回われた。勝負。ガードにするぞ。ありがとう。ダーク魔法、搾取の宝珠。危なかったわ。勝利。バツキの獄門、奥の部屋。助けてくれ。
もう大丈夫。あなたを助けに来たの。依頼を成功させました。宿屋。忍者は3万ギガ獲得しました。いたぞ、魔法使い忍者。お前を拘束する。これはどういうこと？暗殺に入れとは、報酬は高いが、手配してはすぐ来るんだ。もうお前は、光の世界に戻れない。くっ、そんな、ルナティックルーツ序章3話、暗殺ギルド終わり。